エイジお疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと、お腹空いてると思うけがつきました。ああ。ちょっとパパッと。はい。そんな時に、こんなテーマで申し訳ないけど、肉っていうテーマで、ちょっと今話聞いてて。はい。エイジ肉好きやんね。肉は好きです。ね。もう焼肉も。よく行く全部。全部好き。あ、もう、タンから、ハルミから全部種類。焼肉も、しゃぶしゃぶも、すき焼きも。あ、食べ方ね。食べ方も。ああ。 焼肉はええ、行きくよく。種類何でもありまあ何でもありです。俺は。よく食べるのはタン。タンハラミ。ハラミ。セセリ。セセリ。おー。が大体メインであって。あともちょっとずつ行きながら。食べる順番とかある最初タンっす。ああ、やっぱり。な、な、みんなそうっすか いや、結構、タンから行くって、なんか。なんなんでしょうなんか、なんやろね、あれ。あっさりしてるからですかね。ど、どうなんすかね。いや、おこれでも焼肉来たって感じになるんじゃないですか。まずタン頼むと。とりあえずタンみたいな感じで行くやん。あれ、なんやろね。何なんすかね。ネギ乗せてる派タンに。出る方が好きっす。おー。そうなんやね。はい。で、タン行って。米も。米も、行くっすね。ああ、いいね。はい。 米と合うのはハラミ。ハラミやな。やっぱ脂っこいのがなかなかね辛くてね。おじさんにはハラミが超ね。タレと塩どっちですか？ハレ？ハラミ。タレ。タレっす。俺も。ああ合うね。合いますね。あんまり脂が多いのは食べない。うん。あんま頼まないです。ああ。そうですね。やっぱりもたれたりとか。いやわかんない考える。 変わってきたすこのはあ、もう最初カルビとかめっちゃ好きだったんですけどいやいやもう好きだったよカルビは本当に3切れぐらい食えば OK ですいやまあ,あもうおじさんの口になってきたな <laughs> 早いなえまだ若いのに <laughs> あと食べるタイミングってまあ試合が間にあると思うんだけどこう焼肉とか肉を食うタイミングでどんな感じなの焼肉行くタイミングっすかおふまいとかしか行かないっすあ 焼肉はオフ前とかしかはい。ああ<ー>。基本そうですね。でも試合に近づくにつれて肉ってどういう感じで食べるん試合に近づくにつれての肉の食べ方。うん。うん、食事ですか食事、食もう普通の食事でいいよね。まあ、豚肉、鶏肉。牛肉は甘くはないです、ね、あ、そうなんや。はい。へ<ー>って感じですか、ね、肉は。4時はもうめっちゃ、 牛肉食うんよ。いや、ステーキとか食って。すごいっすよね。逆にああいう感じは、は、ないっすね。食っ<い>が多いっす。<ー>うちは。ああ、そうなんやな。あれ、逆にやってみようとは思う。牛肉っすか。もうステーキ、今、さ昔は 450g が、今 350g 食ってるらしいんけど。いや、無理っすね、多分。ああ、んと <laughs> 食いきれないっす、多分。ああ、そっか。 これこの話するとお腹空いてきたからそうですねそろそろね帰ってお昼食べます帰って肉食べます肉食べてください <laughs> ありがとうございます,あり,いますありがとうございました今日のキーワードはゆうですチャンネル登録よろしくお願いします